のキックオフ石川はこちら。前日入籍発表して神様が見てたのかなって。こんにちは。まずは明治安田 J3 リーグ杖原金沢の話題からです。普段の試合観戦とはまた違うもう一つの楽しみ方も紹介します。試合観戦のもう一つの楽しみ方、それがウィナーです。ウィナーはサッカーやバスケットボールの試合結果を予想するスポーツくじで、 J リーグの全試合が対象になっていますよ。売上の一部はリーグを通じてチームに還元されるので、チームの強化につながるんです。ウィナーはインターネットやコンビニ、くじ売り場で購入できます。一口200円で、インターネットでは試合開始10分前まで購入できるんです。プレーオフ進出を目指す杖原金沢は、 J3 残留を目指す岩手グルージャ盛岡との対戦です。では今日の試合を予想したいと思います。やっぱり杖原をしていきたいんですけれども、前節田口選手が杖原での初めての点を取ったので、今日も期待したいので1点でしょう。であとは梶浦選手のゴールがやっぱりそろそろ見たいので、今日決めてくれるんじゃないかなと思って2点目、欲を言えば3点いただきたいんですけども、3点目はやっぱり乗りに乗っている杉浦選手でちょっと私押させていただきたいので、3点かな、うんうんうん、では杉本さん、予想を教えてください。はい、私の予想はこちら。3対1で杖原勝利を期待したい。嫌なんですけど失点ね。でもね、頑張ってくる気がするので、これで行かせていただきます。一試合ごとに予想できるウィナーですが、リーグ優勝やルヴァンカップの優勝チームを予想するものもありますよ。いよいよ試合開始です。勝利が必要な両チームですが、杖原が主導権を握ります。前半15分に相手陣内でボールを奪い、田口。チャンスじゃない、チャンスじゃない。外側のネットでしたね。悔しいね。攻め続けるもゴールを決められない杖原。前半終了間際、一瞬の隙を突かれ、岩手に先制ゴールを許し、0対1で前半を終えます。追いかける杖原は後半4分。前日に入籍を発表した長峰のフリーキックが相手に当たって、そのままゴールに吸い込まれます。あったちょっとラッキーだったけど、ラッキー、1点。自らの結婚を祝う長峰の J リーグ初ゴールで1対1の同点に追いつきます。その後もチャンスを作りながらもゴールを奪えない杖原。試合終了間際にはゴールキーパー上田も攻撃参加します。その上田のシュートも外れ、そのまま試合は終了、1対1の引き分けとなりました。あ、結果は1対1ということで引き分けになりました。もう悔しい結果にはなりましたけども、いつも以上に応援しようという気持ちが高まっていて、すごく楽しく応援することができました。悔しいんですけど、でも今後とも杖原金沢応援していこうと思いました。この日は能登エリアのホームタウンサンクスデーということで、珠洲市にある松陰小学校の子どもたちも応援に来ていました。サッカー見に来たのは何回目ですか？これで1回目です。すごく迫力があって楽しかったです。スタジアムは新しくて綺麗だなと思いました。また応援に来てくれる？期待です。ということで、まあ、広瀬さん、今日はこの人ですよね。間違いない、はい、間違いない。ご結婚、J リーグ初ゴールを決めました長峰選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。キラキラキラ。だいぶ反響あったんじゃないですか？だいぶありましたね、はい、嬉しい限りです。まずはゴールシーンからということになりますけど、はい、まあ、いろんな選択肢がある中で、まあ、自分で狙っていこうっていうのはどういった感じだったんですか？最初、クロスも考えましたし、別の人に打ってもらうことも考えたんですけど、ボールセットした時になんか自分の中でこれいけるなっていう
そうです、思いがあったんでちょっと打ちますって、まあ思ったところにはいかなかったんですけど結果的に入ってくれたのでよかったかなって思ってます。はい、本当はどういうことを思い描いててディフェンスに当たったっていうイメージなんですか？まあもうちょっとなんですか、自分から見て左、はい、ファーの方に結構強い球で行こうとしたんですけどちょっと内側入っちゃって、はい、まあいい感じに相手に当たってくれて入りましたね。ああ、なるほど。入籍を決めて最初の試合でゴールっていうことになったんですけど、いやまあそれこそそのラッキーな形で入ったので、まあその前日入籍発表して、そう神様が見てたのかなって思います。ゴール決まって、はい、お家に帰ったら奥さんどんなお話してました？いやまあ素直にめちゃくちゃ喜んでくれましたね。なんか久しぶりに胸がズキュンとしたって言ってました。久しぶりに、久しぶりに、はい、この最近すごい乗ってますけども、その要因って何だと思いますか？やっぱり、まあ、それ結婚する前からちょっと同棲期間あったんですけど、その時からやっぱ美味しいご飯を作ってくれてたので、それが一番の要因かなって思います。はい、究極の質問いいですか？はい、プロポーズはどこで何月何日に？何月何日、まあ8月21日それまで言ってくれるの？はい、ちょうど2年記念日だったんですけど、シイノキ迎賓館のレストランで個室取って、はい、プロポーズしました。かっこいいね。広瀬さんからもいいですか？僕はあの今年出場機会が、はい、あの決勝多くなかったと思うんですけど、まあそんな中でね、まあ多分我慢しながらやってきたと思うんですけど、まあその心境とか、じゃあこれ出た時に何しようとか、そういう準備のところのちょっと話聞きたいなと思います。やっぱその我慢して練習を取り組み続けるところが、うん、まあ、自分の良さでもあると思ってるんで、普段出てない選手が試合に出て、うん、チームが勝てば絶対いい流れに持ってこれると思ってたんで、うん、まあ、残り3試合、まあ、自分が活躍してチームが勝てば、うん、プレーオフも絶対勝って昇格できると思うんで、そこは頑張りたいと思ってます。では岩手戦を終えての順位表を見ていきましょう。プレーオフ圏内とは8戦差4で残り3試合ということになっています。しびれますね、この展開は。次の試合は福島戦、本当に大事になってきますが、前節自分が出た時、はい、対戦した時自分が出てて、つないで中に差し込んできてっていうイメージがあるので、まあ、もちろん攻撃も大事なんですけど、まずは守備から入りたいなと思います。本当全部僕たちは勝たないといけないと思うので、スタジアムでぜひ僕たちと一緒に共に戦ってください。お願いします。お知らせの後は先日行われた10歳以下の8人制サッカー大会の模様をお伝えします。キックオフ石川。キックオフ石川。10月26日27日マット総合運動公園で行われたハトマーク杯石川県8人制サッカー U10 大会。石川県内の16チームが参加し、15分ハーフのゲームで優勝を争います。わおめでとう、すごい。決勝に出場したのは白のユニフォーム白山 FC と赤のユニフォーム津営源金沢 U12。試合は序盤から両チームともにゴールを狙います。ナイスキーパー、レベル高いね。津営源金沢がロングシュートを決めて2点リードで折り返します。反撃したい白山ですが、追加点を奪われ3点差。すごい試合。白山はフリーキックを直接決めて1点を返すものの、最終的には1対3で津営源金沢 U12 が優勝しました。ありがとうございました。最後です。あれ、失点したとしても切り替えさせるチームにしたい。交代が自由にできるということで、たくさん出場する選手も増えると思うので、この育成年代でたくさん経験を積んで未来のスーパースターが生まれてほしいなと思います。こういういいピッチの中で、
まあ、タイトルをかけて戦うっていうのはすごくいい自信になると思いますし、プレー見ててもね、すごくレベル高いなと思いました。キーパーはね、はい、両チームともすごくアンダー10なのにもうキーパーらしい動きをしてて、すごくこう将来期待できるなっていう感じもしましたね。試合の後には、うん、久保竜彦さん、ドラゴンさんのサッカー教室もあったそうで、はい、強いシュートを打つということを教えていたということでした。やっぱり久保さんから直接指導を受けられるというのは非常に羨ましいですね。羨ましいですね、はい、ではまた来週です。せーの、キックオフ石川。これ決めたらヒーローになれるかもしれないっていうのはちょっとよぎっちゃったですね。あ、そうですか。空気が入んないんですか。